ステルク役の小杉十郎太です。皆さん今回のロロナのアトリエ楽しんでいただいてますでしょうか？えー、今回もですね。セルクは結構あのい,いじられてますよね。もう,うまあ、王様にもそうなんですけれども、このまあ、年上のこのエスティさんには結構あの本当に。 いじりまくられてるっていう感じがしてですねまあ僕にはあのこういう AST みたいな存在の人はいませんけれどもそりゃそうだろうもうこんな年なんだからねいたら大変だっちゅうのでもまあ困ったもんですよねこうやってあのー、あのステルクがですね困るということをもう十分分かっていながらですねでまあ こう無理なんだよこういろいろこうふっかけてですね。でまあそうしてもうどうしようどうしようってやっているステルクを見て心の中では <laughs> <laughs> まあこんな声ではないとは思いますがまあこういうですねあの先輩は非常に困りますね。皆さんの周りにはあのこういう先輩はあのいらっしゃいますかねししかしですね。 まあこれもあのー、一つのですねあの先輩と後輩のまあコミュニケーションって言いますかねうんだからまあこの人はこういうことを分かっててやってるんだなっていう場合はですねむしろあのー、その先輩にいじられてあげるとこちらからいじられてあげるよとまあそういったこともですね 逆にやってみるとまあ楽しいかどうかは分からないですけれどもまあ時にはいいかもしれないななんていうふうにですねうんまあもっと言えばこっちが少し大人になってあげるっていうことですかねはいまあもちろんあの無理しないでくださいね無理をねはい。てなことで今回もですね えー、このステルク役をうんと気持ちを若くして演じさせていただきましたはい、えー、皆さんにですね心ゆくまで楽しんでいただけたら幸いですそれではまたお会いしましょうバイバイ